はい、今朝のコメンテーターは元外交官、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんの日です。おはようございます。おはようございます。先週お休みだったんですけど、はい、いやーすごいですね。シカゴからインディアナポリス、はい、サンフランシスコ、ロサンゼルスを回ってきたと、はい、ワシントン以外のアメリカを訪れるのは久しぶりだと。そうなんですよ。何しに行かれたの？インディ500ってレースがありますよね。それを見に行きたかったんだけど、あれ5月ですから。5月ですね。それでね、インディアナポリス、インディアナ州の日米協会っていうのがあって、そこで講演をしてくれという、ありがたいことで、昔はなかなかできなかったことなんで。日本企業結構進出してるんですか？300社近くあるそうですね。それで何千人も日本人の方いらっしゃるそうですよ。どんな企業が多いんですか？やっぱり自動車関係が一番最初ですね。80年代の終わりに行ったっていう話だけども、非常に親日的ないい州ですね。そこでペラペラと喋らせてもらって、で翌日はすいません、ちょっとインディアナポリスのスピードウェイっていうのを見せてもらいますって言ったんですね。連れてくれたんです。いやー、5月のそのレースの時はね、30万人来るんだ。人口が30万。80万の町にですね、30万来るんだって。で、僕らが写真見るのはみんなほら、ザーッとこうお客さんが30万人いるインディじゃないですか。そうですね。いないんですよね。だから席しかないわけ。そうするとただの道路なんですよ。楕円形のね。で、あの道路が 2.5 マイルあって、それで、バスで一周しましたけども、なかなか聖地ですから、私にとっては。小学校から憧れたとこだから、楽しかった。じゃあ、感激ですね。感激ですね、一種のね。あそこはもともとはレンガでできててね、道路が。もともとそうですか。それをアスファルトで改修したんですけど、1ヤードだけレンガが残ってるんですよ。たったの1ヤードだけ。そう。で、それを、優勝した人がね、そこにキスするんです。だから、レンガにキスするって言葉はですね、インディーで勝つっていう意味なんですけど、それを地面でキスする人もいるんだよ。私はしなかったけど、寒かったから、マイナス何度だったら。まあ、素晴らしいとこでしたね。ただ、そこで、ペンス副大統領っていう、私ね、彼が知事さんだったんですよね。昔はね、あそこは今でもそうですけど、工業地帯の端ですから、質の高い労働者がいて、今もそうなんですけれども、最近は保守化が進んで、そして、なんですかね、インディアナの北が、イリノイとかね、デトロイト等々ミシガン、この辺はまさにトランプさんの支持者が多い厳しいとこでしょ。だから、やっぱりそういう感じが残ってたなって、やっぱりワシントンだけ見ててもダメなんですよ。地米関係だけ見ててもね。こういう違うところに行かなきゃいかんなと、こういう話です。はい、いや、だけど、ワシントンに行って、気心知っている友達と会うのも楽しいけども、比較的馴染みのない土地行って、こんなアメリカもあるんだっていうのを発見するのは、それはそれでものすごい勉強になるわけですよね。そうですよ。もうそれはね、外務省時代、日本の国内がそうですからね。こういう街に行きたかったけど行けなかった街に税金を呼ばれるわけですよ。嬉しくて嬉しくてしょうがない。向こうに住んでる日本人の方なんかどんなこと言ってるんですか？そのインディアナポリスとかインディアナ州。いや、もう彼ら、その地域に溶け込んでると思いますね。住みやすい、いいとこだと思いますよ。ちょっとね、ただね、カロリーが多いんですよね。朝飯でね、シナモンなんとかっていうのを食べと思って、ちょこっと食べようと思ったらですね、A4 の紙ぐらい大きなね、パイが出てきてですね、食えないでしょ、あれ。おそらく2000カロリーぐらいありますよ、1個。いや、僕も海外経験は乏しいですけど、例えばイタリア行ったって、前菜だけでさ、そうもう腹いっぱいになっちゃう。食べ過ぎちゃダメですよね。なんで彼らはあんなに食うんですかね。イタリアもそうだけど、アメリカも行くと、病的に太ってる人が多いですね。多いですよね。太りすぎて家から出らんなくなっちゃうとかね。そう。本当信じられない。日本なんかいないですよ。帰ってきたらやっぱり日本人みんな痩せてるなと思うもん。日本人は腹8分目、いやいや、腹7分目でというね。それが健康法でしょう、本当のね。そうです。食べちゃいけないんですよね。なんかね、結構どんな人が歩いてたか、目に浮かぶようです。はい、三宅さんは続いては7時からです。はい、今朝のコメンテーターは元外交官、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんです。三宅さん、はい、今日私、産経の一面見てね、ちょっと驚いちゃったんですけども、はい、大統領選挙干渉、これ2016年のアメリカの大統領選挙、はい、ロシアがですね、何かこう、トランプさんとちょっとグルで、いろいろね、やったんじゃないかというような、
で、心象としてはですね、私なんか、わけのわからん状態ですけども、やったに違いないと、ちょっと思ってたんですけどね。うん、そしたらですね、大統領選挙干渉、ロシアに制裁、5つの団体と19人の個人、トランプ政権転換って書いてある。今愚かよって感じですよね。ようやくやったってことですよね。まあもう選挙終わった後、前からなんだけども、ロシアがちょっかい出してきたことは間違いない。間違いない。そしてトランプ政権と共謀したかどうか、これはわからない。わからないけれども、アメリカに対して、選挙民主制度に対して干渉したことは間違いないんだから、もっと早く制裁をやるべきだったんですよ。だけどトランプ政権はものすごくロシアに優しくて、何を握られてるか知らないけども、そういうわけで、まあ、後手後手に回っていた、しかしさすがにね、今回あれでしょ、イギリスで、元ね、そのロシアのスパイが亡命した、彼がやられたでしょ、かわいそうに。そうですね。あれ見たらね、そら、なんかせなあかんようになった、今、ようやくやったということですよね。ああ、そういうふうなことですか。遅いよ。アメリカずっといらしてましたけれども、はい、本当に、日本なんかではどでかいニュースになった、例の米朝首脳会談ですね。はいはいはい、トランプさんが、北朝鮮じゃないや韓国からの特使に対して、すぐに会おうと、そう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 いうようなことで、5月までにはなんて金正恩とね、みんなひっくり返ってましたよね。もうようやく今度は北もやる気になったかみたいなことだったんですが、それがね、私は水曜日にアメリカに行って、で金曜日にサンフランシスコに移動しようと思ったした時にね、ちょっとそのニュースが入ってきたんですよ。入ってきて、でも東京からじゃんじゃん電話かかってきてね、そうでしょう、どこでやるんですかとか言って、ちょっと待ってくださいと。今週ね、つまりその週ね、前週ですよ、月曜日にはね、なんかロシアゲートの関係でまたスキャンダルが出てね、で火曜日にはですよ、なんか知らないけど、ポルノスターに口止め料払ったとか払わないとかいう話があって、で水曜日には、経済安全保障会議のなんか議長の、コーンさん、これが辞めちゃって、ほんで木曜日には、鉄鋼とアルミニウムでなんか関税かけたっていうんだよ、同盟国がみんな怒り狂った、その翌日ですよ、つまり、トランプさんのお得意の目くらまし、要するに追い詰められてくると、もう違うことでバーってやって、アテンションを変えようとするんですよね。このまたパターンが出たなと思ったんです。ああ、三宅さんは瞬時にそういう分析をした。そういうのを言いました。で、またやったなと。トランプは窮地に陥って、飛んで火にいる夏の虫の、そうそう韓国からのその、そう。ね。特使に対して、そうそういや、北のえ若いのと会おうと。会おうと。いや、いいんだけども、その周りでね、準備したのかって全然知らないわけですよね。やってないわけですよ。だから、説明した韓国のおっさんたちもびっくりしたと思うんですよ。それでその後に、話し合い派だったティラーソン国務長官。首でしょ、首切ったりした。首切ったりした。だから私にするとね、まずね、第一にね、首脳会議あるっておっしゃいますけど、じゃあ北朝鮮は発表してんですかと。してません。国内では。でしょ、ね、一言も言ってないんでしょ、本当にあるかどうかなんてまだわかんないですよね。まあ、第二にね、そう、ティラソン首にするのはいいけど、じゃあ誰が話すのと。普通ね、首脳会談やるって言ったらですよ、それは数ヶ月ですよ。準備して、詰めて、それで初めて、やるわけですよね。それは米ソの時もそうだったし、米中の時もそうでしたよ。ニクソンが行く時だって、キッシンジャーが前に準備で行ったじゃないですか。誰が行ったんですか、誰もやってないじゃないですか。トランプが一人で衝動的に、あーってやっちゃっただけじゃないですか。それでね、みんななんでそんな、いや、絶対ないと言ってんじゃないんですよ。ない、あるかもしれない。あったら、むしろうまくいったらいいですよ。で、うまくいかない可能性って十分あるわけでしょ。衝動的に決めたことは衝動的にやめるかもしれないんだから。そう考えたらね、なんかみんな東京どうしちゃったのって私びっくりした。いやいや、東京は興奮状態になりましてね。興奮する必要ないんじゃないですか、まだ。それで焦った人は安倍さんだけ蚊帳の外に置かれたとかね。そうそうそう。だから内政的にね。ね、急いでアメリカ行ってね、交渉しないと拉致問題がね、宙に浮くぞとか、そうそうそう、いろいろ言ってますよ。それは内政的な考慮かもしれませんよね。確かにね、それは外されるっていう悪夢が常にあるんだけども、だけど外されるって言うんだったらね、日本の前にですよ、アメリカの安全保障のチームが外されてるんですから、トランプ一人で決めてるんですから、なるほど。その意味ではね、やっぱりもう少し考えた方がいいんじゃないの？ちょっと冷めますね。目くらましという説なんですが。ヤジウマニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます、高島秀武です。今朝のコメンテーターは元外交官、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さん、
まずこのニュースを取り上げます。森友学園への国有地売却に関する決裁文書改ざんをめぐり、自殺した財務省近畿財務局の男性職員が上からの指示で書き換えをさせられたという内容のメモを残していたことが関係者の話で分かりました。検察はこの職員が財務省の本省から改ざんを指示されたとみて、詳しい経緯を調べるとみられます。今日の朝刊はもうね、四方八方からね、いろんなことを書きまくっております。はい、それではですね、日本放送報道部森田浩二解説委員です。はい、関係者によりますと、自殺した近畿財務局の職員は今月の7日、神戸市の自宅で首を吊り亡くなったんですが、親族によりますと、去年の夏、電話で常識が壊された、移動できず辛いと漏らしていたということです。はい、で、新たに上からの指示で書き換えをさせられたという内容のメモを残していたことが関係者への取材で分かりました。で、大阪地検特捜部はこの職員が文書の改ざんを指示されたとみて、指示系統など詳しい経緯を調べるとみられています。一方、菅官房長官は昨日の記者会見で、この職員が自殺する前日、今月の6日に官房長官自身や安倍総理に財務省による改ざんの可能性の報告があったと説明しました。財務省が国会議員に提示した文書とは違う文書を保管していた国土交通省が5日に文書書き換えの可能性について財務省や総理官邸に報告したというんですね。で、これを受けて杉田官房副長官が翌6日に安倍総理や菅官房長官に報告したということです。はい、で、財務省が書き換えを実際に認めたのはその6日後12日でしたが、菅官房長官は昨日の記者会見で次のように釈明しています。その文書は書き換え前のものである可能性があるという報告がされたということです。可能性です。そうした動きがあることは私に6日副長官からそれは報告は受けましたよ。財務省によれば最終的に検察当局の協力を得て文書の確認をできる段階には至ってなかったという、まあ、そういうことだったということを承知しています。まあ、実際に文書を入手したのは10日だったので、その時点では確認できる状況ではなかったということなんですが、はい、野党の幹部はまあこれでも財務省だけの責任とは言えないと、政権ぐるみだとしています。で、国会は今日から正常化しまして、衆議院の財務金融委員会に麻生財務大臣が出席します。で、また安倍総理らが出席する参議院の予算委員会の集中審議は来週19日に開かれまして、その時に佐川前国税庁長官の承認喚問を議決することになっています。で、原則として承認喚問の5日前までに承認に通知する必要があるとされてますので、承認喚問再来週というふうにも見られているんですが、前倒して来週行われる可能性もあるという状況です。はい、それと今日の毎日新聞の一面がですね、森友ごみ報告書は虚偽だということで、はい、あの8億円の値引きの根拠につながった地中ごみですね。で、それについてもですね、業者が証言して書かされたと、書けと言われてしょうがなくやったなどと説明しているということなんですが、メカさん、いろんなね、うん、ニュースが出てきてるんですけども、あの全体的にはどういうふうに捉えてらっしゃいますか？私はね、はい、この元役人だったから言うわけじゃないんだけど、はい、役所と政治家、もしくは政治の関係ってのはものすごい微妙だと思ってるんですよ。で、また各省庁でね、これ文化違いますから、あの、私は岡田省にいたわけじゃないから何とも言えないけど、はい、一般論としてね、うん、あの、あえて言えばね、役人の本分は何かって本当は国民に対する奉仕なんだけど、じゃあ本音を言わせていただければね、これは自分の権限と自分の組織を守ることですよ。うん、よく言われますね。それをやらなかったら役人じゃないんでね。うん、で、そう考えて、もしその近畿の財務局がですよ、同じその原理で動いたとしたらね、どうかと、まあ、何だか知らないけど、いろんな人がやってきて、ああでもないこうでもない言うわけですよね。はいはい、その時に私がもし担当だったらば、まずあの自分の権限や自分の役所にとって有利か不利か考えますよ。ね、それでその時に政治家っていうのは、まあ、ある意味で味方にも敵にもなるわけですよ。だって自分とは違うんだから、自分の組織を守るのが仕事ですからね。それで利用する場合もあるし、免受腐敗する場合もあるんですよ。ですから、それだ、これだけでね、今の情報だけで、誰かが圧力をかけたとか、忖度したとかいうのは、まず僕はまだ早いと思います。ただし、この、
やっぱり8億円値引きするっていうのはね、うん、異常な話なわけですよ。異常な話だったらね、それは特例だって言って紙残すわけだけど、言うときますけど、情報公開法っていうのはあるんですよ。はい、情報公開法ができたらね、はいはい、それは紙作ったら全部外へ出るんです。うんうん、ね、うん。だったら、私がね、もし情報、この立場だったらね、こんな決裁書作りませんよ。あ、うん、要するに、要するにこんな特例は認めないで突っぱねるか、ね、それとも何も書かないかですよ。だって出るんだから外に。嫌、うん、ならどんなも書けないでしょ、うん、と思い、普通だけど、8億2000万円、そう。ね。値引きしたことは事実なんですよ。事実なんですよ。だから、ということはどっかに力がかかったことは事実なんだけど、ね、そうです、ね。それをちゃんと説明できるようにしなかったら情報公開法の時代無理ですよ。だからなんかね、いろいろこう勘案するとですね、もうね、持ってらんないからね。そうそうそう、危なくて ね。もうね、怖い。もう知らない。ね。だからもういい、わかった。これ終わりにせんと。じゃあ、8億2000万。わかったわかった。じゃあ、1億3400万な。それ以下は、引けないよ。うん、頼むよ、おじさんなんつって、川崎さんがね。でも、少し、これ、あまりにもローカルじゃないですか。だけど、何があったかというのはね、いろいろ推論は出てますけれども、うん、これが結構難しい話で、ね、そう、難しいですね。ねえ。まあ、ちょっとそこまで、立ち入るのは、まだ情報が足りないですね。うんうん、そういう感じですね、はい。さあ、続いてはですね、なんだこれはというようなニュースなんですが、こちらです。文部科学省の前川喜平前事務次官が名古屋市の私立中学校に講師として招かれた際の授業内容を報告するよう文部科学省が市の教育委員会に要請していたことが分かりました。文部科学省は問題ないとしているものの、国が授業中の講師の言動などを細かく調べるのは異例で批判の声も上がりそうです。あの前川さんもいろいろね、東奔西走してるんだなと思ってね、そっちの方に感動してしまいましたが、はい、内容は、はい、うん、まあ、前川さんはあの天下り問題で事務次官を引責辞任しまして、はい、去年5月に加計学園の問題をめぐって総理のご意向などと記された記録文書の存在が明らかになりますと記者会見で行政が歪められたと発言し、国会にも参考人招致されました。でその前川さん、先月2月に名古屋市立の中学の校長に招かれて総合学習の時間の講師ということで全校生徒や地元住民らに授業をしました。で授業内容は生き方やキャリア教育、夜間学校についてだったということなんですが、この授業を報道で知った文部科学省が今月に入りまして市の教育委員会に対してメールで、前川さんは天下り問題で引責辞任したとか出会い系バーに出入りしていたという報じられたことについて知っているのかというようなことを触れた上で、授業の内容、目的、講師を依頼した経緯、学校の見解など10項目以上を質問したということです。そして授業内容の録音データもあれば提出するよう要請したということですが、市の教育委員会は録音データは出さず学校がまとめた回答を文書で報告したということです。で教育関係の法律では学校教育に対して指導や助言をするのは主に教育委員会で、国の役割というのは学習指導要領など全国共一の共通の教育基準を作ることなどと想定しています。で今回の件について文部科学省の担当者は、事実関係を確認しただけであって内容に口を出したわけではない、問題はなかったとしてるんですね。まあ、気になるんでしょと言えばそうなんでしょうね。うん、まあね。あの前川さん、ね。前川さんですからね。かまあ正直で野次馬的に嫌ですよ。何言うんだろうと。だけど、出されて何言うんだと思います。少なくとも授業でしょ。え、授業。授業っていうのは子供に喋ってるでしょ。そうそうそう。それはあれでしょう。ああいうとこ行ってさ、それでああいうふうにしてやめた人がね、で人の生き方ってどうやって説明するんだろうと、どうやって教育するんだろうとは思うけど、うん、まあだけど、まあ役所的に言えば、文科省のね、立場を私は弁護するつもりはないけど、まあいろんなとこから聞かれるわけでしょ、きっと。はい、ね、はい。何やってんだと、なんか前川さんがブラブラ喋ってるらしいぞと言われたらね、まあ、聞かざるを得なくなるような状況に追い込まれたのかもしれない。名古屋市っていうのに特別な意味あるんですか？特にないんですか？どうなんですか？特にそれは分からないですね。この校長が招いたということですか？まあ、だけどそういうのは、ね、なんか問題を発言があってですよ、はい、そして、父兄とか ね、そうですね、それから生徒さんからこれおかしいじゃないかというふうになったところで、うんうん、それは何があったんだとこういうなら分かるんだけど、まあ、報道でねやっちゃうっていうのもちょっといかがなものかなと、まあなんか手を回してね、昔のその
まあ、軍人さんが威張ってた時代じゃありませんけども、うん、なんかこう失言そういうようなことがあったらね、うん、お灸据えてやろうとかね、うん、なんかこう、うん、睨みを聞かすみたいなそういう意識よりも何かこう、なんか俺たちのことまた余計なこと言ったんじゃないだろうなってそこのところこうチェックしたいというチェックしたいのは分かるけど意識が働いているあんたの元ボスじゃねえかよって言いたくなんだよね。何やってんだよと。なかなか面白い関係だったじゃないですか。面白い関係でしょ。普通ないでしょ、こんなの。そうですね。そうですね。だからまあ、その意味ではね、ケースとしては面白いんだけど、笑ってばかりもいられないと思いますね。でも、現場の方は、テープ渡したり、そういうことしなかったね。そうですね。録音データは渡さなかったんですね。用紙をまとめて、まあ、これも差し障りのない内容だったでしょう、きっとね。それで問いかけた方が、文科省の方ですか。それが満足したかどうかっていうのは分かりませんですけども。またこういうのは今度佐川さんの証人の後そう、ね、なんかこうずっとつながっていくんでしょうね。わかんないけど、やっぱりもういろいろ役割変わってきたね。もう昔のような役人の時代は終わったんですよね。それはもう象徴的にこうやって出てきてるんじゃないでしょうかね。やめてよかった早くそっち行くか。そっち行くんですよ。ありがとうございました。三宅邦彦さんでした。ですよ。ちょっとね、だからね、カロリーが多いんですよね。朝飯でね、シナモンなんとかっていうのを食べと思って、ちょこっと食べようと思ったらですね、A4 の紙ぐらい大きなね、パイが出てきてですね、食えないでしょ、あれ。おそらく2000カロリーぐらいありますよ、1個。いや、僕も海外経験は乏しいですけど、例えばイタリア行ったって、前菜だけでさ、そう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 、もう腹いっぱいになっちゃうしね。食べ過ぎちゃダメですよね。なんで彼らはあんなに食うんですかね。イタリアもそうだけど、アメリカも行くと、病的に太ってる人が多いですね。多いですよね。太りすぎて家から出られなくなっちゃうとかね。そうそうそう。本当信じられない。日本なんかいないですよ。帰ってきたらやっぱり日本人みんな痩せてるなと思うもん。日本人は腹8分目、いやいや、腹7分目でというね。それが健康法でしょう、本当のね。そうです。食べちゃいけないんですよね。なんかね、結構どんな人が歩いてたか、目に浮かぶようです。はい、三宅さんは続いては7時からです。はい、今朝のコメンテーターは元外交官、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんです。三宅さん、はい、今日私、産経の一面見てね、ちょっと驚いちゃったんですけども、はい、大統領選挙干渉、これ2016年のアメリカの大統領選挙、はい、ロシアがですね、何かこう、トランプさんとちょっとグルで、いろいろね、やったんじゃないかというような。で、心象としてはですね、私なんか、わけのわからん状態ですけども、やったに違いないと、ちょっと思ってたんですけどね。そしたらですね、大統領選挙干渉、ロシアに制裁、5つの団体と19人の個人、トランプ政権転換って書いてある。今愚かよって感じですよね。ようやくやったってことですよね。まあもう選挙終わった後、もう前からなんだけども、ロシアがちょっかい出してきたことは間違いない。間違いない。そしてトランプ政権と共謀したかどうか、これはわからない。わからないけれども、アメリカに対して、選挙、民主制度に対して干渉したことは間違いないんだから、もっと早く制裁をやるべきだったんですよ。だけどトランプ政権はものすごくロシアに優しくて、何を握られてるか知らないけども、ね。そういうわけで、まあ、後手後手に回っていた。しかし、さすがにね、今回あれでしょ、イギリスで、元ね、そのロシアのスパイが亡命した。彼がやられたでしょ、かわいそうに。そうですね。あれ見たらね、そら、なんかせなあかんようになった。まあ、ようやくやったということですよね。ああ、そういうふうなことですか。遅いよ。アメリカずっといらしてましたけれども、本当に、日本なんかではどでかいニュースになった、例の米朝首脳会談ですね。トランプさんが、北朝鮮じゃないや韓国からの特使に対して、すぐに会おうというようなことで、5月までにはなんて金正恩とね、みんなひっくり返ってましたよね。もうようやく今度は北もやる気になったかみたいな。それがね、私は水曜日にアメリカに行って、で金曜日にサンフランシスコに移動しようと思ったした時にね、ちょっとそのニュースが入ってきたんですよ。入ってきて、でも東京からじゃんじゃん電話かかってきてね。そうでしょう。どこでやるんですかとか言って、ちょっと待ってくださいと。今週ね、その週ね、前週ですよ。月曜日にはね、
なんかロシアゲートの関係でまたスキャンダルが出てね、はい、で火曜日にはですよ、なんか知らないけどポルノスターに口止め料払ったとか払わないとかいう話があって、ね、で水曜日には経済安全保障会議のなんか議長の、コーンさん、これが辞めちゃって、ほんで木曜日には近畿財務局の職員は今月の7日神戸市の自宅で首を吊り亡くなったんですが、親族によりますと去年の夏電話で常識が壊された、移動できず辛いと漏らしていたということ、はい、で新たに上からの指示で書き換えをさせられたという内容のメモを残していたことが関係者への取材で分かりました。で大阪地検特捜部はこの職員が文書の改ざんを指示されたとみて、指示系統など詳しい経緯を調べるとみられています。で一方、菅官房長官は昨日の記者会見で、この職員が自殺する前日、今月の6日に官房長官自身や安倍総理に財務省による改ざんの可能性の報告があったと説明しました。財務省が国会議員に提示した文書とは違う文書を保管していた国土交通省が5日に文書書き換えの可能性について財務省や総理官邸に報告したというんですね、うん、でこれを受けて杉田官房副長官が翌6日に安倍総理や菅官房長官に報告したということです、はい、で財務省が書き換えを実際に認めたのはその6日後12日でしたが、菅官房長官は昨日の記者会見で次のように釈明しています。その文書は書き換え前のものである可能性があるという報告がされたということです。可能性です。そうした動きがあることは私に6日、副長官からそれは報告は受けましたよ。財務省によれば最終的に検察当局の協力を得て文書の確認をできる段階には至ってなかったという、まあそういうことだったということを承知しています。まあ、実際に文書を入手したのは10日だったので、その時点では確認できる状況ではなかったということなんですが、はい、野党の幹部はまあこれでも財務省だけの責任とは言えないと、政権ぐるみだとしています、うん、で国会は今日から正常化しまして、衆議院の財務金融委員会に麻生財務大臣が出席します。でまた安倍総理らが出席する参議院の予算委員会の集中審議は来週19日に開かれまして、その時に佐川前国税庁長官の承認喚問を議決することになっています。で原則として承認喚問の5日前までに承認に通知する必要があるとされてますので、承認喚問再来週というふうにも見られているんですが、前倒して来週行われる可能性もあるという状況です、はい、それと今日の毎日新聞の一面がですね、森友ごみ報告書は虚偽だということで、はい、8億円の値引きの根拠につながった地中ごみですね。でそれについてもですね、業者が証言して書かされたと、書けと言われてしょうがなくやったなどと説明しているということなんですが、宮川さん、いろんなね、はい、ニュースが出てきてるんですけども、全体的にはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。私はね、はい、この元役人だったから言うわけじゃないんだけど、はい、役所と政治家、もしくは政治の関係ってのはものすごい微妙だと思ってるんですよ。で、また各省庁でね、これ文化違いますから、私は大蔵省にいたわけじゃないから、なんとも言えないけど、はい、一般論としてね、うん、あえて言えばね、役人の本分は何かって本当は国民に対する奉仕なんだけど、じゃあ本音を言わせていただければね、これは自分の権限と自分の組織を守ることですよ、うん、よく言われますね。それをやらなかったら役人じゃないんでね、うん、でそう考えて、もしその近畿の財務局がですよ、同じその原理で動いたとしたらね、どうかと、まあ、何だか知らないけどいろんな人がやってきて、ああでもないこうでもない言うわけですよね、はい、その時に私がもし担当だったらば、まず自分の権限や自分の役所にとって有利か不利か考えますよ、はあはあね、それでその時に政治家っていうのは、まあ、ある意味で味方にも敵にもなるわけですよ、だって自分とは違うんだから、自分の組織を守るのが仕事ですからね、それで利用する場合もあるし免受服配する場合もあるんですよ、はあ、ですからそれだ、うん、これだけでね、今の情報だけで誰かが圧力をかけたとか忖度したとかいうのはまず僕はまだ早いと思います、はあ、ただし、うん、このやっぱり8億円値引きするっていうのはね、うん、異常な話なわけですよ、異常な話だったらね、それ特例だって紙残すわけだけど、言うときますけど、情報公開法っていうのあるんですよ、はい、情報公開法ができたらね、はいはい、たら、うん、それは紙作ったら全部外へ出るんです、うんね、うん、だったら私がね、もし情報、この立場だったらね、こんな決裁書作りませんよ、要するにこんな特例は認めないで突っぱねるか、それとも何も書かないかですよ、だって出るんだから外に、
嫌ならどんなも書けないでしょ、うん、と思い、普通だけど、うん、8億2000万円そう、ね、値引きしたことは事実なんですよ。事実なんですよ。だから、ということは、ね、どっかに力がかかったことは事実なんだけど、ね、それをちゃんと説明できるようにしなかったら、情報公開法の時代、無理ですよ。だからなんかね、いろいろこう勘案するとですね、もうね、持ってらんないからね。そうそうそう、危なくて ね。もうね、怖い。もう知らない。ね、だからもういい、わかった。これ終わりにせじゃあ、8億2000万、わかった、うん、じゃあ、1億3400万な。それ以下は、引けないよ、うん。頼むよ、おじさんなんつって、籠池さんがね。でも、しかし、これ、あまりにもローカルじゃないですか。だけど、何があったかというのはね、いろいろ推論は出てますけれども、うん、これが結構難しい話で。そう、難しいですね。まあ、ちょっとそこまで、立ち入るのは、まだ情報が足りないですね。うんうん、そういう感じですね、はい。さあ、続いてはですね、なんだこれはというようなニュースなんですが、こちらです。文部科学省の前川喜平前事務次官が名古屋市の私立中学校に講師として招かれた際の授業内容を報告するよう文部科学省が市の教育委員会に要請していたことが分かりました。文部科学省は問題ないとしているものの、国が授業中の講師の言動などを細かく調べるのは異例で批判の声も上がりそうです。あの前川さんもいろいろね、東奔西走してるんだなと思ってね、そっちの方に感動してしまいましたが、はい、内容は、はい、うん、まあ、前川さんは天下り問題で事務次官を引責辞任しまして、はい、去年5月に加計学園の問題をめぐって総理のご意向などと記された記録文書の存在が明らかになりますと記者会見で行政が歪められたと発言し、国会にも参考人招致されました。はい、でその前川さん、先月2月に名古屋市立の中学の校長に招かれて総合学習の時間の講師ということで全校生徒や地元住民らに授業をしました。うん、で授業内容は生き方やキャリア教育、夜間学校についてだったということなんですが、この授業を報道で知った文部科学省が今月に入りまして市の教育委員会に対してメールで、前川さんは天下り問題で引責辞任したとか出会い系バーに出入りしていたという報じられたことについて知っているのかというようなことを触れた上で、うん、授業の内容、目的、講師を依頼した経緯、学校の見解など10項目以上を質問したということです。そして授業内容の録音データもあれば提出するよう要請したということですが、市の教育委員会は録音データは出さず学はい、今朝のコメンテーターは元外交官キャノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんの日です。おはようございます。おはようございます。先週お休みだったんですけど、はい、いやーすごいですね。シカゴからインディアナポリス、はい、サンフランシスコ、ロサンゼルスを回ってきたと、はい、ワシントン以外のアメリカを訪れるのは久しぶりだと。そうなんですよ。何しに行かれたの？インディ500ってレースがありますよね。それを見に行きたかったんだけど、あれ5月ですから。5月ですね。それでね、インディアナポリス、じゃあインディアナ州の日米協会っていうのがあって、そこで講演をしてくれという、ありがたいことで、昔はなかなかできなかったことなんで。日本企業結構進出してるんですか？300社近くあるそうですね。それで何千人も日本人の方いらっしゃるそうですよ。どんな企業が多いんですか？やっぱり自動車関係が一番最初ですね。80年代の終わりに行ったっていう話だけども、まあ非常に親日的ないい州ですね。まあそこでペラペラと喋らせてもらって、で翌日はすいません、ちょっとインディアナポリスのスピードウェイっていうのを見せてもらいますとくれたんですね。連れてってくれたんです。どうでした？いやー、5月のそのレースの時はね、30万人来るんだ。人口は30万。80万の街にですね、30万来るんだって。で、僕らが写真見るのはみんなこれは、ザーッとこうお客さんが30万人いるインディじゃないですか。そうですね。いないんですよね。だから席しかないわけ。そうするとただの道路なんですよ。楕円形のね。で、あの道路が、まあ、2.5 マイルあって、はい、それで、バスで一周しましたけども、なかなか聖地ですから、私にとっては、うん。小学校から憧れたとこだから、楽しかったです。じゃあ、感激ですね。感激ですね、一種のね。まあ、あそこはもともとはレンガでできててね、道路が。もともとそうですか。それをアスファルトで改修したんですけど、1ヤードだけ、レンガが残ってるんですよ。たったの1ヤードだけ、うん、そう。で、それを、うん、優勝した人がね、そこにキスするんです。だから、レンガにキスするって言葉はですね、インディーで勝つって意味なんですけど、それを地面でキスする人もいるんだけど、私はしなかったけど、寒かったから、マイナス何度だったら。まあ、素晴らしいとこでしたね。ただ、そこで、ペンス副大統領っていう、ですね、彼が知事さんだったんですよね。そうで昔はね、あそこは今でもそうですけど、工業地帯の端ですから、
質の高い労働者がいて、まあ、今もそうなんですけれども、まあ、最近は保守化が進んで、はあ、そして、なんですかね、インディアナの北が、まあ、イリノイとかね、デトロイト等々ミシガン、この辺はまさにトランプさんの支持者が多い厳しいとこでしょう、はあ。だから、やっぱりそういう感じが残ってたなって、やっぱりワシントンだけ見ててもダメなんですよ。地米関係だけ見ててもね。こういう違うところに行かなきゃいかんなと、こういう話です。はい。いやだけどワシントンに行ってね、うん、気心知っている友達と会うのも楽しいけども、そう、比較的馴染みのない土地行って、あ、こんなアメリカもあるんだっていうのを発見するのは、そうですよ、それはそれでものすごい勉強になるわけですよね。そうですよ、もうそれはね、うん、外務省時代日本の国内がそうですからね、こういう街に行きたかったけど行けなかった街に税金が呼ばれるわけですよ、嬉しくて嬉しくてしょうがない、向こうに住んでる日本人の方なんかどんなこと言ってるんですか、そのインディアナポリスとかインディアナ州。いやもう彼ら、うん、その地域に溶け込んでると思いますね。住みやすい、いいとこだと思います。鉄鋼とアルミニウムでなんか関税かけたっていうんだよ、同盟国がみんな怒り狂った、うん、その翌日ですよ、つまり、トランプさんのお得意の目くらまし、要するに追い詰められてくると、はあ、もう違うことでバーってやって、はあ、アテンションを変えようとするんですよね。このまたパターンが出たなと思ったんです。ああ、三宅さんは瞬時にそういう分析をした。そういうも言いました。で、はあ、あ、またやったなと。トランプは窮地に陥って、飛んで火にいる夏の虫の、そうそう、韓国からのその、そう。ね。特使に対して、そうそう、いや北のあの、若いのと会おうと、会おうと、いや、いいんだけども、うん、その周りでね準備したのかって全然知らないわけですよね、やってないわけですよ。だから説明した韓国のおっさんたちもびっくりしたと思うんです。それでその後に話し合い派だったティラーソン国務長官、首でしょ、うん、首切ったりなんて、首切ったりした、うん、だ私にすると、ね、まずね第一にね首脳会議あるっておっしゃいますけど、じゃあ北朝鮮は発表してんですかと。してません。国内では。うん、ね、一言も言ってない。一言も言ってないんでしょ、本当にあるかどうかなんてまだ分かんないですよね。まあ、第二にね、そう、ティラさん首にするのはいいけど、はい、じゃあ誰が話すのと、うん。普通ね、首脳会談やるって言ったらですよ。それは数ヶ月ですよ。準備して、詰めて。そうか。それで初めて、やるわけですよね。それは米ソの時もそうだったし、米中の時もそうでしたよ。ニクソンが行く時だって、キッシンジャーが前に準備に行ったじゃないですか。誰が行ったんですか。誰もやってないじゃないですか。トランプが一人で衝動的に、あーってやっちゃっただけじゃないですか。それでね、みんななんでそんな、いや、でも絶対ないと言ってんじゃないんですよ。うん、ない、あるかもしれない。あったら、もしうまくいったらいいですよ。で、うまくいかない可能性って十分あるわけでしょう。衝動的に決めたことは衝動的にやめるかもしれないんだから。そう考えたらね、なんかみんな東京どうしちゃったのって私びっくりした。いやいや、東京は興奮状態になりましてね。興奮する必要ないんじゃないですか、まだ。それで焦った人は安倍さんだけ蚊帳の外に置かれたとかね。そうそうそう。うん、だから内政的にね。ね、急いでアメリカ行ってね、交渉しないと拉致問題がね、宙に浮くぞとか、そうそうそう、いろいろ言ってますよ。それは内政的な考慮かもしれませんよね。確かにね、それは外されるっていう悪夢が常にあるんだけども、だけど外されるって言うんだったらね、日本の前にですよ、アメリカの安全保障のチームが外されてるんですから。はい、トランプ一人で決めてるんですから。なるほど。その意味ではね、やっぱりもう少し考えた方がいいんじゃないの？ちょっと冷めますね。目くらましという説なんですが。やじ馬ニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます、高島秀武です。今朝のコメンテーターは元外交官、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さん。まずこのニュースを取り上げます。森友学園への国有地売却に関する決裁文書改ざんをめぐり、自殺した財務省近畿財務局の男性職員が上からの指示で書き換えをさせられたという内容のメモを残していたことが関係者の話で分かりました。検察はこの職員が財務省の本省から改ざんを指示されたとみて、詳しい経緯を調べるとみられます。今日の朝刊はもうね、四方八方からね、いろんなことを書きまくっております。はい、それではですね、日本放送報道部森田浩二解説委員です。はい、関係者によりますと、自殺した